ぼったりしないで。やだよ、今週は部活の練習がいっぱいあるのに。いつも手伝いしてるのに夏休みまでお店ばんか。あ、そうだ、ミューズのみんなに手伝ってもらおうよ。8人いるから毎日1人ずつ手伝ってもらえば。頼まれごとを人に押し付けないの、信用なくすわよ。いく。それじゃ1週間よろしく。やるしかないか。部活行きたいよ。あれ、ほら花代ちゃん、観念して。やめて。のぞみちゃん、花代ちゃんだ。どうしたの？ほのかちゃんとゆきほちゃんがお店番してるって聞いたから遊びに来たんや。そうなんだ、嬉しいな。中に入って入って。じゃあ私と花代ちゃんの分のおまんじゅうを。あんこはダメなんです。あんこ苦手なんですか？違うの、実は毎日アイスを食べてたら体重がグググッと増えちゃって。グググッと。だからこの夏休みはアイスとあんこは我慢しようって思ってるの。なるほど。ほのかちゃんとゆきほちゃんには悪いけど、私今日は食べません。花代ちゃん、そう言いながらショーケースに貼り付いてるやん。わー、おいしそう。おまんじゅうもいいけどおはぎもいいよね。我慢しようと思ったけど、また明日から我慢すればいいかもしれないし。おはぎ、おはぎ、おはぎ3つください。花代ちゃん、一人でおはぎ3つ食べるの？はい、おはぎを3つお願いします。ホムラのおはぎはいつも絶品です。よかったら皆さんもご一緒に。おはぎとっても美味しかったです。苦しい。おはぎってどうしてこんなに美味しいのかな。お米の力なのかな。花代ちゃんがあまりに美味しそうに食べるから全員おはぎ3個ずつ食べちゃったね。つやつやで甘くて美味しかったな。こんなにおはぎを美味しそうに食べる人って初めて見たかも。けどさすがにおはぎ3つはカロリーオーバーやね。そうでした。大丈夫だよ、明日からおはぎを我慢すれば。今日は食べないって固く誓ったはずなのに。おかしいな。花代ちゃん、うちと一緒に学校に戻ってダンスレッスンしようか。はい、摂取したカロリーを少しでも消費しなくちゃ。ちょっと待ってよ、お店番の人はどうやってカロリー消費すればいいの。お姉ちゃん、1週間のお店番の間に体重増えないようにしてよね。